はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式 ② をお送りします。で、前回からね、このタイトル始まって、これ2本目なんですが、前回はここにある方程式の方をね、先にやらせてもらって、で、今回不等式です。で、3問同じようにやっていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。で、早速ね、ちょっと解説入りたいんですけど、もし前回の動画から流れで見てくださってる方はちょっと謝罪がありまして、前回ここ間違えました。自分ごめんなさい。ここね、こっちだけダメなんだよ。両方イコール入れてしまって、特に訂正は前回のやつ入れてないんですけど、すいません、これが正しい形ですね。大変失礼しました。で、前回と同じく θ は0から 2π です。だから0度から360度まで、まあこう一周だね、ここからスタートする。という条件で不等式を解いていきます。ただ、方程式と基本的に流れ一緒です。全部 sinθ、まあこれは小なりイコールですけど、っていう形に全部直していって、単位円で考えて解くっていう感じが一番シンプル。もちろん単位円を書かなくてもね、解ける子もいるんだけど、ひとまず慣れるまでは書いた方がいいかなと思います。じゃあまずこの1番だったら2がこれ邪魔なので、両辺2で割ります。そうすると sinθ が-2分のルート3より小さい時っていうことだね。で、あとは単位円で勝負していって、方程式の方だったら前回のね、特に単位円書かなくてもできるパターンは多いんだけど、不等式は結構引っ掛けがあるので、まあ、慣れるまでやっぱ書いた方が安全かなと思います。俺も今でも書くからね、単円ね。で、まあまあね、こういう状態で、でまずサインが-2分のルート3で、サインは y 座標なので、それが-2分のルート3、どこかっていうと、まあ2分のルート3だから離れてるんで、こっちだね。マイナスの離れてるとこだから、こことここです。ちょっともっと下にすればよかったね。だから何度かっていうと、こことここ、270より30こっちだから、240度ポジションと270から30度右なので、300度のポジション、この2箇所です。でこれを π で方で直していくと、180分のつければいいから、3分の 4π か。こっちが3分の 4π で、こっちが3分の 5π かと、こうなります。でこっからが大事で、今回結局サイン y 座標ね、 y 座標が-2分のルートサインより小さい、間違った、以下の時だね。失礼、以下だね。ってことはどこかっていうと、 y 座標がこれより下なので、ここ全部そうだよね。ここが-2分のルート3ポジションだから、それより下でしょ、以下だから。いい？でこの部分全部が答えになります。でこの部分っていうのは、こっちが3分の 4π です。でこっちが3分の 5π で、0から 2π なので、こっから始まってぐるっとこう来る。いいね、ここスタートでぐるっとこう来るから、ここからこの部分全部答えにして OK です。こういう流れに乗ってるから。この流れに乗ってるってなんで強調するかっていうと、この辺でつまずくんです。ちょっとまた後で言うから。だから結局答えの書き方としては、3分の 4π から3分の 5π 全部が答えなので、3分の 4π 小なりイコール θ 小なりイコール3分の 5π、 これが答えになります。以下だからね、これよりといった感じで、次コサインやっていくと、これまずマイナスルート2を右に持ってきて、2で割ると。ちょっとこっち詰めるよ。そうするとこうなるんだよね。でもちろんこの状態で分かる人もいると思うんですけど、これ上と下、ね、分母分子にルート2をかけると、まあ、ちょっと有理化の逆みたいになっちゃうんですけど、これ結局ルート2分の1なのね。この2分のルート2っていうのは、まあ、こっちまで持ってたから分かりやすいよね。でここまで持ってきたら単円で勝負します。ちょっと待ってね。で、こうなってと。で、コサインなので、今回 x 座標です。で、x 座標がルート2分の1がまず基準になるから、どこかっていうと、ここだね。45度のポジション。で、もちろん下もです、こっち。ここと、あ、まあ、今回あれだね。イコール入ってないから、こうしよう。よいしょ。で、こっちも、イコールないからね。これがルート2分の1のポジションで、45度とこう来るから、315度か。ポジションとしてはね。で、45度なので、直すと、4分の π か。で、こっちが4分の 7π かな。まあ、これがポジションになります。で、大事なのは、今回、コサイン、x 座標がルート2分の1より大きい時なのね。x 座標がこのポジションより大きいのは右でしょ。だから、ここなんです、今回。ポジションとして。いい？ただ、一個注意がある。これがさっき言った流れに乗ってるかっていう話なんですけど、これもともとこれです、範囲が。いい？ 0 から 2π まで。で、0スタートだから、ここがスタートになります。こっからくるっと回っていくの。なので、この部分で切らなきゃいけない。本当はこう繋がってたいんだけど、切らなきゃいけないから、まず、ここから、ここまでを答えで書きます。いい？ここで切るんだよ。こっからここ。で、ぐるっと回ってきて、こっからここも答えに書きます。2個分けるんです。いい？だからまず上から書くよ。これは0から45度、4分の π までなので、0はイコール入って OK、ここでね。だから、0小なりイコール θ。で、これ白丸だから、4分の π。これが1個目、上の方の答え。で、ぐるっと回ってきて、こっからスタートするから、4分の 7π、こいつね。で、白丸だからイコール入らない。θ。で、ここなんだけど、ここゴールは 2π です、最後。一周してくるから。で、2π はイコール入らないので、2π と。この両方書いて丸になります。このね、答えを切るパターンはよく出てくる。このところの範囲ではね。なので、そこちょっと注意してやってみてください。で、ラスト、タンジェントですね。でもタンジェントも同じで、結局これは、これをね、ルート3を右辺に持ってくるだけだから、こうなります。で、あとは単位円で勝負していくと、ちょっと待ってね。あ、回っちゃった。よいしょ。で、タンジェント、傾きだね。傾きがマイナスルート3です。で、それはどこかっていうと、まあ、この辺だと思っとこうか。で、白丸だね。こことここになります。これが傾きマイナスルート3のポジション。で、90度から30度こっちに行ったとこなので、ここ120度です。で、270度から右に30度いったとこだから、これ300度になります。で、θの、π の方に直していくと、これが180分のだから、3分の 2π。で、これさっきやったね、3分の 5π だね。こうなります。で、ここから答えどうするかっていうことなんだけど、結局今回聞かれてるのは、傾きが、マイナスルート3より小さい時なの。いい？小さい時。で、傾き、これね、ちょっとややこしいんですけど、ルートちょっと取ろうか。傾きじゃあ、マイナス2っていう傾きを思い浮かべてください。これ、マイナス2だと思って。マイナス2より小さい数字って、マイナス3とかマイナス4とかマイナス5でしょ。それって、傾きもっと急になるよね。マイナスの時。こうなっていく。どんどん近づいていく感じね。ってことは、傾きがこの数字より小さい時はどこかっていうと、こっち側ね、ここ。でもここで切れます。なぜならこっちは傾きプラスゾーンだから、この数字よりでかくなるからね。いい？ここちょっとね、単純でややこしいんですけど。で、もちろん、ここが OK だったら、こっちも OK です。で、ここも白丸です。傾き、タンジェントは90とか100、あと270はないので、白丸にしてください、この上のね、場所は。だから狭いんですけど、こことここが答えになります。2つ。で、範囲はね、0スタートなので、こう回ってくればいいから、まずこっちを書こうか。で、ここは90度ポジションから3分の2パイまでなので、90度ポジションは2分のパイでしょ。だから、これ2行にしちゃうから狭いからね。ちょっとインクが出なくちゃね。2分のパイで白丸シータで白丸だからね、イコール入れずに3分の2パイです。これが1個目の答え、上の方ね。でぐるっとやってきてここです。ここ270度ポジションなので2分のルート3パイ、間違えた、2分の3パイなので2分の3パイシータで白丸で、ここが3分の5パイと、こうなります。この2つね、答えといった感じです。本当はね、問題演習もうちょっとやろうとは思ったんですけど、板書の関係でね3問となってしまいましたが、基本的にこういうふうに形を直すと、で単位円で書いて勝負します。いいかな。でこうやって切れたりすることも、タンジェントの場合はねこうやって分かれることもあるので、この辺気をつけてぜひやってみてください。では今回は高校数学数2の三角関数を含む方程式不等式 ② をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまだ続きます。結構続きます、このシリーズで。次回 ③ はこのシータ、こうやってねシータの部分がカッコシータプラス6分のパイとか、ちょっとそこがねいじられた形をねやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。